皆さんこんにちは、ヒカルです。さあ今ね、大通公園にいるんですけど、いやすごくね、今この大通公園のね、この、秋のね、この紅葉の色がすごい綺麗だったんでね、思わずカメラね回してしまいました。今こうテレビ塔もねあるし、なんかすごくねいい感じの風景が撮れそうなんでね、ちょっとね、なんか何分かちょっと動画回してみましょうか。さあどうだったでしょうか。ちょっとジンバル使ってね、大通公園をぶらっと歩きながら、いろいろ適当に動画撮ってみて、まあ、それをねガチッとこう合わせてそれっぽい感じの、なんか短いねショートクリップみたいなの作ってみました。いやーほんとね、ちょっと天気がね良くなかったんですけどね、比較的まあ気温は過ごしやすくてすごい撮影とかはやりやすかったんですが、もう雪虫っていうんですかね、あのちっちゃい葉虫みたいなのがずっと飛んでてね、もう撮影中目に入ったり口に入ったり、まあ、結構ね大変だったんですが、まあ、なんとかんとかね撮影を終えることができました。こう撮ってる間ね、このレンズのねこの ND フィルターにもベチってくっついたりして、ちょっとね除去するのが大変だったんですが、まあまあうまくね撮れてよかったです。ここまで見ていただきありがとうございました。今後動画がね、皆様の何かの参考になれれば幸いです。で、今後もですね、こんな感じでね、ジンバル持って北海道のいろんな景色や風景どんどん撮っていきますので、チャンネル登録してくれると嬉しいです。では、次回の動画でお会いしましょう。さよなら。